こんにちは、ほめほめドッグトレーナーゆかです。今日はワンちゃんの抱っこの仕方をご説明いたします。ワンちゃん抱っこ結構成犬になってから嫌いになって、抱っこしようとするとうなったり噛んだりする子が多いんですね。でそれはなぜかというとワンちゃんが嫌がる抱っこの仕方、負担がかかる抱っこの仕方を飼い主さんがしてしまっていることが多いんです。なのでワンちゃんが子犬の頃から今からご説明する抱っこの仕方を習慣にしてほしいんです。まず抱っこの注意点から3つお伝えします。1つ目は正面から覆いかぶさるようにいかないということです。正面から覆いかぶさるようにいってしまうとワンちゃん威圧感を感じて、嫌がって逃げるようになってしまいます。なので、正面からいかないことが1つ目。そして2つ目はワンちゃんの両前足を前の方向に持ち上げるようにして抱き上げないということです。これも結構やってしまう方多いんですけども、ワンちゃんの前足は人間のようにいろんな方向に動かないんですね。でなのでワンちゃん前方に前足を持ち上げられると負担がかかってしまいますので、両前足を前方に持ち上げないということが2つ目です。3つ目は抱き上げた時に縦抱っこしないということです。赤ちゃんは縦に抱っこすると思うんですけども、ワンちゃんは四つ足の動物ですので横の姿勢が自然な姿勢なんですね。なので縦に抱っこしてしまうと足腰に負担がかかってしまうので、ワンちゃん落ち着けなくって嫌がったりします。なので横の姿勢で抱っこしてあげるということが負担のかからない抱き方になります。では実際に適切な抱っこの仕方をこれからご説明します。では今から適切なワンちゃんの抱き方をご説明いたします。ワンちゃんの大好きなフードやおやつを使ってやっていきます。まずこのフードをワンちゃんに嗅がせて、ご自身の、足の横に連れてきます。正面からではなくて横から抱っこするというのが1つ目のポイントです。で横に連れてきたらご褒美に集中させながらお腹の下に手を入れて抱き上げます。で2つ目のポイントはなるべく床と水平に抱き上げるということです。でこのように、縦にならないようになるべく床と水平になるように抱っこします。ワンちゃん横の姿勢が自然なのでとても落ち着いていますね。もう1回やってみます。抱き上げた後、3つ目のポイントは、脇は締めて、締めた脇でワンちゃんのお尻を支えるようにしてあげるとワンちゃん安定します。ちなみに外で抱っこするときはこのようにリードは首の後ろにかけておきましょう。これをダランってしておくと、これ、歩いた時に踏んじゃうと大変ですよね。それからこのリードがエレベーターとかに挟まる事故も結構多いと聞いていますので、このリードは首にかけると、安全です。そして、ちなみに小型犬だとこうやって片手で抱っこできますので、片方の手が空くので、おやつをあげられたりしますので便利ですね。以上が適切な抱っこの仕方です。このやり方で、習慣にしておくとワンちゃん嫌がって成犬になっても怒ってうなったり噛んだりということが防止できます。ワンちゃんと良い関係を築くために正しい抱っこの仕方を習慣にしてくださいね。